日本最大級の建築家ネットワークアーキテクツスタジオジャパンの提供でお送りします。そこに自分の帰ってくる場所が必ずあると、そういう家を作りたい。空間のボリュームがそのお客さんにとって心地よいかどうか、その環境が答えを出してくれるんで、今のその方たちと未来のその方たちもずっと想像しながら、地球の中にそこにしかない、その人しかいない、そこだけの建築を作りたいと思ってます。日本最大級の建築家ネットワーク ASJ 未来を除く住宅展開催中。Casa Bella è una rivista che ormai ha 100 anni di vita. Sulle pagine di questa rivista è passata la storia dell'architettura del Novecento. Il nostro augurio, la nostra speranza, il nostro impegno è che Casa Bella anche nel prossimo secolo continui a documentare ciò che l'architettura internazionale verrà producendo e offrendo. Lo faremo con la massima serietà, perché la serietà è ciò che merita questa antica e nobile professione che gli architetti praticano. Casa Bella, Japan.内外のデザイナーやアーティストが創造する空間美学、人々の輝ける暮らしを求め、創造という終わりなき道をひたすら走り続ける。建築家とは創造のアスリートなのかもしれない。今回のフォーカスアスリートはスペシャルプレゼンテーションとして、海外の建築家たち自ら様々な建築観を披露していただきます。カルマ・ピノス、彼女はバルセロナを拠点に活躍する世界的評価の高いスペインを代表する女性建築家の一人である。今回は彼女の建築哲学や作品の数々をバルセロナからお伝えいたします。私は生まれも育ちもバルセロナです。ディアゴナル通りに住み、そこからずっと変わっていません。私のキャリアの第一段階はエンリッケ・ミライアスと共にあります。私たちは学生時代に知り合い、後に結婚し、建築家としてもパートナーとなりました。あの数年はとても内容の濃い期間で、その間に建築家としての私が出来上がったと言えます。あの時代にはとても素晴らしい思い出があります。多くの研究と努力をしましたが、常にそれも冒険と思っていました。その意味では現在の私も当時と変わっていません。私にとって仕事とはいつも冒険です。多くの人を巻き込み、真剣に責任を持って行う遊びだと考えています。また私の建築には家族が強く関係しています。当時田舎に別荘を持っており、私の父は医者でしたが、農業が大事な趣味で、私は田舎で多くの時間を過ごしました。私の建築では土とのつながりが見て取れると思います。より感覚的で心地よい印象がそれです。私は現場の背景を知ることなしに仕事をすることはできません。アイデアを出すためには常に現場に実際に立つことが必要です。写真や図面からでは場所について理解できても、実際に現場に行って受ける強い印象を持つことは難しいものです。現場の生の背景こそが私が仕事を始めるにあたり機動力となるのです。私の哲学は現場背景を尊重すること、景色の一部となること、建築はオブジェではなく、むしろその場の反響であるということを意識することです。よって私は背景をとても考慮します。対比を求めるのではなく、背景と会話し共存することを大事にしています。
メキシコのグアダラハラにある私たちが設計したトーレクーベはまさに小さな奇跡です。一見すると大会社が建てたかのように見えますが、このプロジェクトを生み出したのは当時若かった私たちたった2人の設計から始まったのです。クライアントから建築会社、建築家に至るまで皆が信頼し合い、一丸となってこの冒険を始めたのです。私はこのビルを非常にメキシコ的だと考えています。それは典型的なメキシコの建物にグアダラハラの年間を通した穏やかな春の気候に合う関係を築いたからです。屋外通路を通じて入っていく開放的なビルにしただけではなく、重要なポイントとなったのがエアコンが不要になるように風通しを良くした点です。これはメキシコ人にとても気に入られました。模型を持っていき、空気循環が完全になるように中央部分を空洞にすると説明した時には、メキシコにふさわしいものとして即座に認めてくれたのです。私にとってトーレクーベは私の第二の時代における重要なプロジェクトです。現在大きなプロジェクトをいくつも抱えていますが、このトーレクーベは私には未だに大事な成果といえます。トーレクーベは今日に至るまで私の秘蔵の作品なのです。アリカンテの近くで少し前に完成したばかりの公園があります。このプロジェクトには私は大変満足しています。公園とは普通植物が成長するために長時間を要するはずのものですし、また少ない予算にもかかわらず大きな成果を上げられたからです。とても広大な敷地で、しかも予算が少なかったので、小さな谷のようになっている底の部分を活用し、その脇のすべての斜面を原生のまま残すことにしました。上部からそこに向かって花壇を集め、また蛇行した小道も組み合わせました。すべてを香りのある花々とともに寄せ集めるようにしたのです。この公園を香りの公園と呼んでいます。まるで小さな渓谷のように上部から入り、花々の香りがすべて下に集まっていくからです。斜面を下る間ずっと香りが付き添ってくれるのです。植えた花はすべて方向のあるものです。またすべての階段もあるものはラベンダー、またあるものはタイムというように、それぞれが独自の構想に伴われて降りていくようになっています。バルセロナにとても難しい背景にある小さな家が一つあります。歴史建築登録されていて、既存の建築を尊重することを義務付けられたので、それを近代的な建物にすることへの許可を得るのに3年もかかりました。大衆的でなく飛び抜けて素晴らしいとも言えない既存していた建物と同様な歴史的背景においてでも、近代建築は称賛され得るものだと3年がかりで市を説得し、すべてにおいて現代的な家を建てる許可を得たのです。この家の隣にある建物は前世紀1900年代初頭あたりのもので、多くの欄干や職人仕事の特徴が見られます。これに対して私の建物はコンクリートで平坦な形ですが、背景によく馴染んでいると思います。背景の一部になっており、周りと強く違った印象を与えるのではなく、むしろ同化しています。私には彫刻家の友人がいるのですが、彼がとても嬉しいことを言ってくれました。
私の建築はその場を威厳のある場所にするというのです。そこにある前はさして素晴らしくもなかったものが、私の作品ができた後は以前よりも素敵に見えると、とても嬉しかったです。何せ私の建築のすぐ隣のものだけというのならまだしも、背景の景観まで良くするというのですから、お世辞かもしれませんが、その言葉には大変感動しました。ボケリアは広場の中央に自然に生まれた屋根にのみ覆われた市場です。後部はいつも荷を積み下ろしする場所で、現在地下になるように工事しています。そうすることにより、この後部が開けた場所になるからです。そこで壁を設けるように依頼されました。しかし私は壁は作りたくないと答えました。ボケリーヤには壁は必要ないと考えていました。壁を作ることによって建物に変わってしまうからです。しかし風雨の問題がありました。そこでさらに低く重なり合う屋根を作ることを提案しました。これにより雨から免れ、風も防ぐことができ、また壁を立てて市場を建物にしてしまうことにはなりません。私は仕事をするときには組織だけでなく、町、現場の背景、また人々が私に何をしてほしいのかを探知するレーダーを働かせます。私の建築はそういった問いかけに答えることから生まれるのです。ここでも私たち一人一人が町を作ることにおける責任について話したいと思います。町とは私たちの共同生活の場所です。日本人、カタルーニャ人、また何人であろうが、市民は町について考えなければなりません。町は私たちすべてを交流させ、また私たちが私たちたることを認めてくれる場所だから、私たちは町を常に尊重することを考える必要があります。技術者だけでなく、私たちすべての市民が常に町を今どうすべきか、そこでどのように生活したいかを提案していくべきです。だから私はいつも町という概念を挙げるのです。建築家とともに理想の住宅を作りませんか。アーキテクツスタジオジャパンは日本最大級の建築家ネットワークです。日本全国の ASJ に登録されている1500名以上の建築家の中から、皆様の夢の住まいを実現する建築家をお選びいただけます。また皆様が実現したい住まいのご要望を、各地の高い技術を持った優良工務店と建築家が一体となって進めるシステムを構築。全国180カ所以上のスタジオが皆様の夢の住まいの実現をお手伝いいたします。お問い合わせはホームページからアクセスするか、直接お電話ください。